こんにちは。今日はボーイングの練習の仕方を、説明します。まずメトロノームは80に合わせてください。弓のここ元テープの上から先までを使って4拍で練習をします。練習してみてください。鏡に向かってこの方向で立ちましょう。顔は鏡を見て弓を見てください。の真ん中、丸の上を弓がまっすぐ行ってることを確認しながら練習しましょう。次に半球の練習をします。元弓から中心まで真ん中にマスキングテープを貼りましょう。2拍で1、2、1、2、1、2、この速度で弾いていきます。テープを出ないようにいつも同じ位置に行けるように気をつけましょう。真ん中から先弓まで2拍で進んでください。1、2、1、2、1、2、1、2。バイオリンは線が4本あるので4本各線100回ずつぐらい練習できるといいですね。それでは今日のボーイング練習を終わります。ありがとうございました。